どうも、皆さんこんにちは、こんばんは、ぜんざいです。セブンデイズトゥーダイの続きをプレイしていきたいと思います。前回は35日目のコードが終わった感じですね。で、今回は、前回も言ったんですけども、砂漠の町の本屋さんですね。うん、またここに行って本屋さんを漁りに行ってみようかなと。思います。忘れ物はないですね。玉もあるし、うん、水分も食料もあるし、ロックピックを持って、途中ちょっと本売っていきますか。よし、じゃあ、向かいましょう。あと、チャレンジ。チャレンジ。よし。キンセスモッドバンドル？ああ、どうしよう。これ今開けるのやめよう。クラフト雑誌だけ開けよう。なんかアイテム欄増えちゃいそうですもんね。内側から行けるかな？行ってみよう。お、着きましたね。本屋どの辺だったかな？ちょっと中にあったんですよ。街の中というか。あ、ショットガンメシア。あ、この段差行きたくない。段差ちょっとコツって当たるだけで、この自転車の耐久度が1減るんですよね。あったあったあった、本屋さん。ラックアブック、隣はなんだ？あ、ユッカジュースだ。ユッカジュース屋さん。あ、クラッカーブック HQ。あ、この本屋さんの本社みたいな感じ？もしかして。あ、ってことは本屋ではないのかな？もしかしたら、本屋さんの本社か？どっから入ってんだ？ああ、なんか、これを動かしてとか。
これからいけそうだけど、まあ、クエストじゃないからね、どっから入ってもいいんだろうけど。だとしたらあんまり期待できないかな、本の数とかは。から入ってみよう。一応、本もあるね。これは？狼へのダメージ量。これしかない？とりあえず一回。地下に行けそうだけど。2階に行くには、地下だ。あ、クロスボウのクオリティ4と、2脚の設計図。敵の気配もないですね。わあ、もうアイテムいっぱい。バーラント一貫、素手やナックル使用時のダメージ上昇。お、肉シチューアンロックした。
おー、なんかいっぱいあるぞ。説教者ブーツ。あ、自動砲台バンドル。これは、ロケット砲台とか入ってるのかな？読んじゃおう。衝撃ブレーシング。落下ダメージ軽減。うわー、待って、アイテムがさ。よし。リロード速度アップ。これ、なんかにつけてたような気がする。あ、2個つけてもあれなのかな？重複するのかな？つけれない。あ、つけれないか。よし、じゃあちょっと次上の階ですね。2階。うん、もうこっからはあれですもんね。本屋じゃなくて、普通に働いてる人たちの部屋というか。これも、ちょっと期待できないかな。大体、回りましたかね。ちょっと、本屋、まあ、一応本屋では本屋なんだけど。ああ、こうなってるんだ、上から見ると。ええー。どうしよう、せっかくここまで来たから。あ、もうなんか。他の、店も明後日から帰ろうかな。ショットガン飯は明後日行こうかな。危険度は低いね。はい。特に目星用のがなかったですね。まあ、これぐらいかな。納付衣装。どうしよう。2時なんで、で、相手もいっぱいなんで、一回帰りますか。よし。近接モッドバンドル。で、自動砲台バンドル。これ。サブマシンガン自動砲台。人感センサーを備えた砲台。9ミリ弾を消費する。なるほど。本だ。これもじゃあ次の砲台で使ってみよう。よし、じゃあ、ティア4行ってみますか。場所が、ここですね。どうやって行こう。
大きい道から行った方がいいのかな。都市型銭湯2巻あ、まあ、ちょっと待って、葉巻で強さの特性が増加し、物々交換の能力が上がり、まるでセクシーなティラノサウルスのようにクールになれます。葉巻のクラフトレシピはなく、おお、全部読み終わりました。都市型。これだ。全部読んだことによって、サイレンサー改造パーツのダメージ低下を無効化。これはいいですね。サイレンサーつけると、ダメージ下がっちゃうの。が難点だったんですけど、これで無効化なるんだ。あ、これは嬉しい。そして、初めての雪、山。雪原に踏み入る。あ、ああ、まだか。ブラッドも10回生き抜けばこう1列終わりますね。10回ってことは ?70。待って、なんかいる。死なない。死なないぞ。フーガ?よし。待って、クマいる。街っぽいのもあるけどクマもいるな。あれな、どうしよう。いやー、まいよね。これやばい。ロボット。俺も振っとこう。で、念のために。わ、怖い怖い怖い。怖い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 。よし、見失った。よーし、あれ?あ、そうでもない。クーガーとかのも強いね。おお。テストステロン、男性ホルモンだ。ステロイドの生成に使用する。へえ。あと、葉巻にも使うのか。なるほど。
街だね。寄りたい。本屋ないかな。あ、あったあったあった。これは、待てよ、ティア4。次回にしようか。本屋を漁りたい。砂漠の街がね、ちょっと物足りなかったから。警察、海外っぽいね。日本じゃあんま考えられないけどね、この警察が、普通に警察車両を止めて、飯を食うっていうの。あれ山の上じゃない？うん、これまた8倍？いや、8倍はでかすぎるのよ。あ、でもロボットパス。うれしい。じゃあ、ちょっと本屋さん。わー、綺麗。雪原きれいですね。ここはちょっと期待できるんじゃないかな。いると思ったよ。ハンター。そろそろキャクロスボクオリティ5。あともうちょっと頑張れば、なんだっけ、複合弓？複合球？これだ。早く、あとでも4冊か。
え、どうしたの？にしちゃった？どっち狂った？どうした？おかしくなっちゃった。なんか食ってる。なんか食ってパワーアップしたぞ。どうしたどうしたどうした。どうしたの？見て。おいおい、何食った？なんか食ってたな。やっとパイプ、まだまだパイプバトンだもんね。危ない。うわ、こんなもん？もっとなんかいい本欲しいな。ライトアーマークオリティ5。よし、我が相棒ロボットスレッジ。めっちゃいい。それは何？ダメ？まあなんかさ、ゾンビの数多いような気がする。おお、青色か。
いる。いるわ、普通にいるわ。いるね。おお、オレンジ。待って、変なボタン押した。やばい。うわー、やられたよ。蜂蜜置いてきちゃったな。びっくりしたあ、チエテだ。おお。待って、マジか。待ってね。ここです。マチエテの4。どっちがいいんだろう、まあ、間違えたのがいいんだろうけど、フリーワンナイフの方が早いんですよね。え、こっちか。これに、耐久値減少。色も青色にしちゃおうか。で、狩猟ナイフ。この二つ外して。うわ、でもナイフも、ああ、どうなんだろうな。うん、振り自体はやっぱ。パワーアタック的なのないのかな？間違えてって。右クリックと左クリック同じですね。いや、でも実りがあるね。
アップね。よいしょ。これは、チェーンソーやオーガーのタンク容量 50%、まあ、どっちも持ってないですもんね、また。あ、鉄鋼製のクオリティ6なんだけどさ、作れないんだよね。あ、ロボットスレッジ、自分で作るようになった。おーイエス。あ、強っ。うわ、強っ。強っ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 。めっちゃいいじゃん。首ポンポン取れるよ。ほら。じゃあまた素早さに振りたくなってきたな。お、いいね。あ、つくようになった？トリプルのやつ。いやー最高。めっちゃいるわ。一旦帰ろう。拠点に。まずは、蜂蜜。ビタミン。で、鉄鋼。鉄骨パーツまだ2しかないもんね、やっぱりね。サイレンサーは作れるかな。サイレンサー。お気に入りじゃない。できましたね。トリプルポケットも作れるな。いや迷う。トリプルポケットも作ろっか。
けるんで、これ外さないといけないかな。うん。バレル拡張を外して、サイレンサー。ダメージがちょっと減っちゃうけどね。こっちよりは。サイレンサーで減る分の、やつは、なくなりましたからね。あの本を全部読んで。よーし。ねえ、トリプルポケット。これを、胴体がね、まだティア2だから、知能改造、外してトリプルポケット。で、ここにもう一個トリプルポケット。つけれません。ここを。これで？あ、夜になったからか。ここね、一箇所しかないからね。うん。はい。では今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。